どうもコネです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回は夜更かしの歌見ていきたいと思います。早速見ていきますので、カウントダウンの後スタートです。はい、なんだ教室。おお、アキラ。なんだろう、シャーペンポンポンみたいな。時夜更かしはでもしてたな、してた。全然寝れなくて。おお、アキラ、アキラ何時に寝てるんだろうね。朝早いのは分かったけど、ほら誰もいない。あらあらアキラのまさかの今期のアニメ裸多いね肌色が多いね。もう揺れるあれ両親は一応いるよね。ほらトランシーバー。なんかアキラのああいうなんか気力が抜けてるような感じ好きだな。ああいう女の子ってなんか変な魅力があるよね。前回はアキラの目の前でコウとナズナちゃんがキスしたけど、あれアキラはどうなのかな、引きずってんのかな。そんなもんだって割り切れる感じかいね。いやー、おしゃれだよねこのオープニング。また夜出るんだね。慣れたのか。お、そりゃ思い出すよね。そりゃあね。あら、普通にいるね。うん。ああ、コウ君を待ってんだね。普通に会えばいいんだよ、普通に堂々と。うん。そうですよ。そうです。なんかいつも T シャツ面白いね。そして例の3人何。ほう、あそんなの見て。なんでそうなんの。ああ、なるほど。
ということは？ それはどうかね。ああ、来た。スケベなポーズなんだね。それはどうかね、自分からしたわけでもないし。座れてます。そうか、性欲か。まずはちゃんは、あら、本当に初めてだったの、なずなちゃん。 友達同士でね。夜だね、まだ。制服で。やばいって、12時で制服でいたら女子高生。ちょっとアキラ
君もそうだよ。そうだよ。まあ一応寝たか。12時に。なんだ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 。これは竜と豪輝だね。プレステ初代ゼロか、これストゼロ。まあいっぱいある。おお、見たい。絶対に嫌なんだ。お、ずいぶん軽いんだね、吸血鬼のキスは。ふしだらな化け物。お尻。何これギャルゲーこれ。ツンデレ。学校のトイレとかやめて。行かない。突っ込んできたアキラが。確かに。確かに。あら。ぶつかってきた。ゆら。乳房。なぜ口がアップになる。どうですか。あ、てかアキラさ、さっきから思ってたけど、アキラ、アキラボインだよね。そうだね。何？男女女だと。アキラも。いや、こう羨ましいね、こんなの。
危ないよ。本当だ、雨の音する。こりゃ家にいるしかないね。わお、横でやってる。なんだよそれ。 何それ。違う、たきおき。アキラのも吸ってみたら？なんて答えるんだろう。言ったった。そうだったんだね。なんで恥ずかしいのかいな。湯気が出てます。さし、そうね、そうね。寝ましょうね。 なんでこうが真ん中なのかな。いつも思うんだけどさ、掛け布団欲しいよね。掛け布団ないと寝れないんだよな、自分。嫌いわ。
このアングルいいね。アキラ。アキラいいなあ。そっかそっか。本当に来てほしいんだね。ん？どうしたの？あれ？あれ？ナズナちゃんは？いってらっしゃい。満足できたかどうか。まあ寝れたってことは満足できたんでしょう。もう終わりか。なんだかすごいいいわ。なんかあれだね、ちょっとフェチズムをくすぐる回だったね。まあいつもそうなんだけど、なんかいつもさ、ナズナちゃんのちょっとエロスがさ、描かれるけど、まあ、そうか、見ようによっちゃ今回もアキラのあの感じもエロはエロだけど、なんかでも、なんかただのエロではない感じがしたな。すごい、そそられる感じだったな。あの、アキラの、なんて言えばいいんだろうな。なんかさ、花森さんの演技も相まってさ、すごいいいんだよね。あのちょっと中音のボイスで優しい言葉をこうかけてくれるような感じ、あの耳元でささやいてくれるような感じがすごく良かったな、今回。面白いね、夜更かしの歌。はい、ということで同時視聴いただいた方ありがとうございました。今回のエピソードですとか、この動画に対する感想ありましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。コネでございました。バイバーイ。